いらっしゃいませ、ギターブランドの正です。今日はですね、今年、去年ぐらいからですね、プレイリストに載ってるんですけど、多分国内初入荷だと思われるギターがついに入荷に立ちましたので、早速箱を開けていきたいと思います。パッと見普通なんですけど、よく見るとあれっていう感じだと思います。このモデル自体はもう結構前から、もう10年ぐらい前からかな、もっと前かな、あるモデルなんですけど、ここ数年なかなかできてなかったギターですね。今流行りの黒です。よいしょ、じゃあ開けてみますね。せーの、ドン。おはは、来ました。レスポールアクセスカスタムというモデルですね。ご覧いただける通り、レスポールカスタム、パッと見普通のレスポールカスタムなんですけど、フルードローズがついているという感じです。以前もですね、2012年、2013年とかちょいちょいオーダーして作ったりしてたんですけど、その頃のアクセスカスタムって指板が、リッチライトになっていることが多かったんですよね。でもこれがちゃんとエボニー指板になって、プライスリストに復活しているという感じになってますので、一番最初にオーダーしておきました。でアクセスってこうフロイドロード付きって思われがちなんですけど、実はフロイドロード付きがアクセスなんじゃなくて、こうボディがちょっと薄くなってて、ヒールカットがされてるっていうのがアクセスの特徴になってます。なんでこちらはアクセスカスタムフロイドっていうモデルですね。ただのアクセスっていうとフロイドロードじゃない感じになってます。近日中にホームページ公開しますので、興味ある方はホームページの方をチェックしてください。はい、続けてもう一本、開けていこうと思います。こちらレスポールじゃないですね、オーダーで作ったんですけど、先言っちゃいますけど SG です。 SG なんですけど、今年のその SG って、1961SG っていうのと 1964SG というのが出てまして、基本61っていうのはストップテールピース、ストップバーの仕様で、64っていうのがいわゆるマエストロのタイプになってます。でその64の方をベースにオーダーで作らせていただいたのがこちらですね。これも黒ですね。よいしょ、ちょっと開けますね。せーの、ドン。おー、来ました、白い SG、 白い SG です。ポラリスホワイトで、オーダーして作った 1964SG スタンダードですね。2020年になって初めてのポイントは、ヘッドのロゴもそうなんですけど、このインレイですね、ここのインレイ、これは新しくなってるんですよね、サンサーボとかにもついてますけど、今年から新しくなってるポイントです。白はやっぱり塗装するのが大変なんで、あんまりやりたがらないというか、オーダーのちょっと値段も少し高くなっちゃうんですけど、でも結構綺麗に仕上げてくれてますね。いや、かっこいいな。なかなかですね、白いギターはオーダーすることができないというか、することが少ないんですけれども、興味ある方はぜひこれお買い逃しないようにチェックしてもらえればと思います。